おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はね、牛すき丼にしました。ちょっとね、早く終わったこれまずウインナーに切り込み入れてます。早く終わりました。今日はね、多分朝上げれないだろうなと思ってたら、なんだろう、早く終わりましたよ。やればできるじゃんってね、自分で自分を褒めたたえましたでね、長ネギは斜めにザクザク切ります。で、ほうれん草はね、レンチンします。で、今日はね、シンプルな卵焼きです。分量は一応ね、これです。これにね、今日はね、彩りそぼろ、昨日の夕飯からの取り置きなんだけど、それをね、巻き込もうかなと思って、まあ、このままの味付けでも美味しいよ。で、ほうれん草のごま和えを作ります。一応ね、分量書いてるけど、ほうれん草の量とかでまた違うからね、調整してね。まあ、しかしね、自分でもびっくりした。やだ、やればできるんだと思っていつもさ、ダラ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 してるからね、あれなんだけど、チャッチャッチャーって動いたらできるんだなーって、新しい気づきです。半世紀近く生きてて新しい気づきでしたでね、卵焼きから焼きます。卵液をザバッと入れて、でね、ペロペロって引き伸ばす広げて、これね、昨日のね、夕飯からの取り置き分の彩りそぼろです。これを巻き込んでいくよ。これね、そぼろをいい具合にこうペーって鳴らして、それでね、巻いていきます。昨日の夕飯は帰ってきてからあげれたらあげるね。もしあげれなかったら明日かなって感じる驚きね。普段どんだけ私こうどこにも出ないからさ、時間はあるやと思ってうろうろしてるだなって思ったこんなあるのでこれで巻き終わり。最後がね、卵液がちょっとね、つるんたらんだったけど大丈夫、巻けるからね。はい、出来上がりで、ウインナーをね、焼きます。いつもボンって投げてるね。そしたらフライパンに油を熱します。お肉をドカンと入れます。今日はね、珍しく牛さんです。ラップにお弁当分ずつくるんでたら形のまま固まってほぐれないでね、お肉にあらかた火が通ったら長ネギをドカンと入れます。そしてね、一回このお肉は長ネギの上に避難させて、長ネギがしなっとなるのを待つよ。で、気持ちね、しんなりなったら炒めていきます。で、調味料分量これです。甘辛味でね、夫が好きな味付けです。で、全体をしっかり炒め合わせます。これで牛すき炒めの出来上がりです。詰めていきます。今日はね、のっけ弁丼にするから、ご飯の上に
牛すき炒めをね乗っけていきます。すいませんね、すごい今生活音ガチャガチャだったでしょうこんな日もあるさ。でこれはねフリルレタスで仕切って、卵焼きの端っこで底上げをして詰めます。卵焼きはね断面が見えるように詰めたら綺麗かなと思うよ。でウインナーを詰めて、作り置きの和風ポテサラをカップに入れて詰めます。カップを置いて、敷いてかな、ほうれん草のごま和えを詰めます。で、あのね、隙間埋めにカニカマをね、ピッピーって入れました。ミニトマトをちょこんと入れて、今日もね、ブブアラレで彩りプラスです。これね、ごまでも全然大丈夫なんだけどね。今日のお弁当の出来上がりです。こんな感じのね、お弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。